堀越きみこさんがフジテレビ系ノンストップ2015年11月12日に VTR 出演された時のことです。孫の勸玄くんの初お目見えの喜びや息子市川海老蔵さんのイクメンぶりについて語っておられます。勸玄くんの初お目見えに楽屋で落ち着きがなかったから舞台上で泣き出すんじゃないかなとドキドキしていたとおっしゃるきみこさんでした。でも舞台を終えた勸玄くんが僕は感動しちゃったと感想を述べたことについて歌舞伎俳優としての風格を感じたと目を細めました。そしてでもお父さんが一番緊張したんじゃないかな、親の気持ちがこういう時に分かってくれるんじゃないかしらと海老蔵さんの心境も察しておられたようです。きみこさんは息子海老蔵さんのプライベートなエピソードも披露されています。散歩をしている時に偶然勸玄くんと長女の麗華ちゃんをベビーカーに乗せて押している海老蔵さんと遭遇したそうです。こんな大変なことをしているの?と聞いたら、そうだよ、親父はやらなかっただろう、こんなこと。僕はちゃんと子供の面倒を見てるんだ、と海老蔵のイクメンぶりを嬉しそうに明かされていました。でも、2012年に亡くなった夫の子市川團十郎さんの話になると、孫との共演を楽しみにしていたが、病気のため実現できなかったことを悲しそうに語られ、亡くなったショックからまだ立ち直っていないかもしれない、落ち込む時はすごく落ち込むと心境を吐露されています。しかし團十郎さんが亡くなった1ヶ月後に誕生した勸玄くんや麗華ちゃんなど家族や友達が支えになっていると前向きに生きていかないといけないと語っておられます。きみこさんは1976年に團十郎、当時海老蔵さんと結婚、歌舞伎の名門市川宗家を支えながら着物デザイナーとしても活躍されています。海老蔵さんもベビーカーを押して子供さんの面倒を見られることがあったのですね。微笑ましいですね。今もう立派に成長されています。これからもずっと応援したいですね。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。